真に挑む力があれば私など楽に倒せるはずだ。そうだろう？だと思うよ。というわけでバハムートの次が用心棒大先生か。よろしい。では手合わせの前にさあ始めるとしよう。さすがに連勝してるからもう回復はしなくてもいいだろうとか言わないんですね。俺だったら言いそうだけど、ちょっと連勝してるしハンデさせてくんないとか言いたくなりますけどね。好きな召喚獣を呼ぶがいい。用心棒大先生もないろいろお世話になってるけど、敵として出てる以上は遠慮なくやらしてもらおう。メガ三姉妹呼びます。遠いところから3つの光が飛んでくる。ゾットの塔から駆けつけてくれたんですかね。フォーの姿そのまんまっていうわけではないみたいなんですけど、種から芽が出て花が咲き、召喚獣になりました。虫っぽい姿なんですよね。見た目はなんというか妖精さんというか、とりあえず具体的に戦うとかこういう魔法で戦ってもらうとかそういうことができないので、お任せしますってするしかない、リレイズ、何気に使える魔法はすごい優れてますね。ラグちゃんもじゃあちょっと任せる。リトルナーレ、尻を向けて針を連射、めちゃくちゃ針を飛ばして連続ダメージ。用心棒大先生もうすごい疲れてるけど、じゃあドグさんもリフレク、おデルタアタックの準備かな。マグさんは続けてください。すればもう一回誰かにリレーズ入れてくれそうなんやけど、戦ってください。アングルティール、強く踏み込み完結戦からの、すごいダメージ出ましたね。3人に勝てるわけないだろう。そこまでもう十分だ。メーガス3姉妹もこれはこれですごい戦い方できそうですよね。成長したな、ユーナ。とっておけ。黒の魔石、またすごいもの。大先輩もそろそろ呼べる召喚獣が残り少なくなってそうですけど、このまま最後まで行っちゃおうか。父親を超える実力をつけたか、私を相手に証明してみろ。じゃあちょっと次にいよいよお母さんと対決か。よろしい。さあ始めるとしよう。この辺の戦いまでほとんどね、お母さんアニマに頼りきりでしたけど、今も大先輩が呼んでるせいでユーナが召喚することはできん。心配ではあるけど、今ならね、メガ三姉妹とかも呼べるので、三姉妹に戦ってもらいましょうか。召喚獣を呼ぶがいい。じゃあちょっと続けてメガス三姉妹を呼びますか。もう一回よろしくね。だいぶまあ、王と比べると綺麗にはなってるんじゃないかな。ね、メガス3姉妹、まあレジェンズ2のメガス3姉妹とか全然別物になってましたけどね。すごいなんか燃えるイラストになってたし、作品によって見た目がかなり変わる人たちやな。長女マグは魔法が得意、末っ子ラグはまあやっぱリトルナールとか手数で攻めるタイプでもって、次女ドグさんが火力が高い感じですかね。ズバッとすごいダメージ出しますね。7万カマキリっぽいからやっぱ、切れ味もすごいようで。そこまでもう十分だ。
お母さん呼び出されるだけ呼び出されて何もしないまま帰っちゃいましたね。成長したな、ユウナ。いや、それほどでも。私にとっても喜ばしいことだ。取っておけ、役に立つだろう。体力の泉を60個。またなんかレアそうな素材を。アニマと来て、じゃあ次がメガ三姉妹なんですかね。さて、ユウナ、修行の成果を見せてもらおうか。いいよ、うん、大先輩もほぼ全ての召喚獣を呼べるってわけですからね。スピラの至る所をも旅して回ってたんだ。よろしい、さあ始めるとしよう。大先輩がメガ三姉妹呼ぶっていうことは、こちらもちろん呼べません。3体いるわけですからね。3体とも倒さないとこっち側が勝ったとは、見なしてもらえないんでしょうけど、やるっきゃね。好きな召喚獣を呼ぶがいい。とりあえずどうしようかな。まとめて敵を攻撃できるのって言ったら、まあバハムートのインパルスとかがありますけど、火力の高さでやっぱちょっと。お母さんお願いします。とりあえずそうね、原作通りまずはマグを倒さないとね、他の2人がやられても蘇生しちゃうでしょうから。アネジャを先に仕留める。おう、敵の毒はそこまで火力は高くない感じか。カオティック D 使っちゃう。大技ですね、カオティック D。 D はディメンジョンの略らしいですよ。下の世界に引きずり込む。お母さんの下半身が、お母さんの下半身って言い方するとちょっとよろしくない表現になる、隠された別次元のブチギレ母ちゃんが暴れ回る、もしかしてオラオラですか。えぐい削れ方しましたね。母は強し。三姉妹もお母さんには勝てなかったよ。これでもう、召喚獣は全て倒したということになるんじゃない。もう十分だ、十分すぎる。オーバーキルが3つ並んでたからね。成長したな、ユーナ。取っておけ。光の魔石40個。ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうやら無理のようだ。え、お前はもう父親を超えた。私が教えることは何もない。私の役目は終わり、スピラにとどまる理由も消えたということだ。送ってやれ。というわけでこれ以上は大先輩と勝負ができないんですね。役目が終わったって言ってますし、ベルゲミーネさんの代わりに必ずシーンを倒します。ありがとうございました。頼むぞ、ユーナ。シーンを消し去り、スピラを救ってくれ。月輪の聖印を手に入れた。月輪の印っていうのはね、だいぶ前に拾いましたけど、さらに上の聖印っていうものも手に入った。これは何か関係がありそうな気がする。つうわけで寺院を出ましょうか。飛空艇に戻る前にちょっともう一回ナギ平原からマカラーニャの森の方まで行ってみましょうかね。ひとまず森に戻ってきたわけですけど、だいぶ前に見つけたこの光る道ですかね。ちびっこがちょっと迷い込んで、ここには何か秘密がありそうだよとか言ってた、謎めいた場所にちょっと
行ってみましょうか。ここですね。曇った鏡をここで使える。じゃあはい。見とけよ見とけよ。光が宿った。七曜の鏡を手に入れた。なんだかすごそうなものを手に入れた。七曜の鏡。鏡に光が満ちています。ね。訓練場の開かない宝箱っていうのがありましたけれども。ね、曇った鏡だったら開けられなかった宝箱が、うん、鏡に光が戻った今なら開けられるようになってるかもしれないんで、ちょっともう一回泣き平原の訓練場に行きましょうか、うん、っていうわけで訓練場に戻ってきたんですけど、今ならこの宝箱開くんじゃねえの。父親の鏡は反応している。じゃあ使ってみようぜ。あら、ユーナが宝が手に入った。ニルバーナ、どうもユーナの武器っぽい。やったぜ。ニルバーナ、大層な宝箱に封じられていたその武器の性能は AP なし。ふざけてんのかって言いたくなりますけどね。うん、ちょっとこれを持ってまたマカラーニャの森まで行ってみましょうか。七曜の鏡が取れた場所までとりあえず戻ってきたわけなんですけれども、ユーナのニルバーナとね、持ってる状態でもう一回ちょっとここを調べてみましょうか。父王の武器を差し出すのだ。直接脳内に何かが語りかけてきている。誰の武器を差し出しますか。父王の武器っていうのを持ってない人と持ってる人がいるみたいなんですけど、まあ、ユーナの月輪の印を出してみた。ふわーっと武器が吸い寄せられてパワーアップしたっぽい。やったぜ。もともとね、最初手に入った時は AP なしっていう全然使えないような武器だったんですけど、これで性能がどこまで変化したのかな。 AP なしのまんまですけど、ダブルドライブ、オーバードライブゲージが溜まるのが2倍になるっていう、まあ、ちょっとだけ使いやすくはなったんですかね。そっからさらに強化もできる。もう一回、月輪の聖印ですねっていうのも差し出せば武器が完全体になると。まあこんな感じで他の人も対応している印とか聖印とかを持ってこればすごく強い武器が使えるようになるわけですからね。ユーナの武器ニルバーナはとりあえず限界までパワーアップしたことでどうなる。ダメージ限界突破、トリプルドライブ、 AP なしが AP2 倍になり、 MP 消費は1。素晴らしい。うん、っていうわけでちょっとユーナはしばらくこのニルバーナで戦ってもらいましょうね。防具もなんかいろいろこだわって強いの作ってあげたいですけどね。っていうわけで、まあ真と戦う前にこういう強い武器とかいろいろと揃えるようにもしたいですね。もうちょっと世界を飛び回る必要がありそうで。さて、じゃあ次は、そうね、ちょっと久しぶりにビーカネル島に寄ってみましょうか。おーし、発進だ。アルベド族のいた砂漠の広がる島ですけどね、まあ、ここの魔物を捕まえたいっていうのもあるんですけれども、ちょっとしたイベントがねあるようなので、まずはちょっと、しばらく歩きましょうか。最初の場所からだいぶ進んだところにね、砂嵐が激しいところがあったんですけど、こんな石碑もあるんですね。石碑、入り口に文字が刻まれている。門番の歌。10人の門番砂を操る。のんびり透明は水汲みに。まだ戻らない、スフィアの力で砂を操り、一族の里を守るサボテンダーたちは門番と呼ばれています。彼らが持つ10個のスフィアを全て石碑に捧げた時、里への道が開かれるでしょう、だそうで。まあサボテンダー、とりあえず10人の門番サボテンダーをこれから探して回らないといけないみたいなんですよね。最初の透明が水汲みって言ったんで、まあ水のありそうな場所って言ったらオアシスですよね。ちょっとそこまで戻ります。
ちがオアシスなんですけど、うん、いますね。サボテンダーが水汲みに来てたのか。こんにちは。透明、水汲みが日課、のんびり屋なので仲間に置いてきぼりを食らうこともしばしば。トロイ、性格がちゃんとあるんですね。門番の道その1、たとえ遊んでいるようにしか見えなくても門番たちは誇り高き一族の戦士です。基本的に争いを好みませんが、彼らの背後を取った相手には、敬意を持って向かってきます。うまく背後を取れなかった場合、門番たちはあなたに失望し速やかにその場を去るでしょう。なんかそういう決まりがあるらしい。サボテンダーが背を向けている隙に彼らのところまで移動してバトルを挑みましょう。早い話が、だるまさんが転んだですね。うん、とりあえず向き直られる前に近寄る。ハリハリマンボン、うん、ハリハリマンボン、うん、ハリハリマンボンでこっちを向いてる間は止まってれば大丈夫と。まあ、こうして接近すれば、うん、戦いに応じてくれるわけですね。まあ、せっかくね、ちょっと訓練場に連れ帰りましょう。サボテンダーも集めないといけませんからね。透明のスフィアを手に入れた。モンマーたちの背後を取れなかった場合は敗者のスフィアが手に入るけど、まあ、ちゃんと背後を取って倒した場合は名前のついたスフィアがもらえて、名前付きのスフィアをたくさん集めると里でご褒美がもらえるらしい。とりあえずこれを持ってちょっとさっきの石碑のところまで戻りましょうか。ええ、やっと戻ってこれた。で、この透明のスフィアを石碑にはめればどうなる。新たな文字が浮かび上がってきた。9人の門番砂を操る。数が減った。ロビビアは寄り道中。まだ戻らないみんな戻ってきてない。寄り道中、うん、さっきの透明はね、まだヒントみたいなのありましたけど、寄り道、とりあえずまたね、手前側のエリアに戻ってきたんですけど、いましたね。なんというか、うん、普通の道から外れたところにいるから寄り道中と、そういうことなんでしょうけど、すげえ楽そうだね。名前は何だったっけ。ロビビア。トロイ友達にいつもイライラ。半人前半人前って言われてるぞ。トロイ友達っていうのはさっきの透明のことなんでしょうけど、まあ同じようにハリハリマンボンで背後を取ってやれば大丈夫と。さっきよりもちょっと距離が離れてますかね。間に合うやろうか。間に合った。やったぜ。っていうわけで、キーも訓練場にご案内したいのに、うん、回避が高いからね。まあでもしっかりゲットはできた。ん、装備がいっぱい。もうそんなに溜まってたんだ。ちょっといつかあの様子見て売りに行かないといけないな。ロビビアンのスピアを手に入れた。またこれを石碑のところまで持って帰らなきゃいけないと。面倒だけど、まあ行くしかないよな。はい、これでスフィアは2個目。新たな文字が。8人の門番砂を操る。小さなチャパは大きな数字が好き。まだ戻らない。数字、この辺で数字を書いてそうな場所って言ったら一つ思い当たりますかね。確かここの看板やったかな。何か文字が書いてある。注意、強い魔物が出るっていうのと、消えかけた文字が見える。旅行講師全店 20% オフ、うん、数字っていうとね、ここが思い当たりだあったんですけど、昔の広告のようだ。20、この声は、うん、君がチャパ。最近50まで数えられるようになりました。人懐っこい、注意力3万。可愛いやつだな。まあでもこんなちっちゃいチャパも立派な誇りある戦士のあのようなので、うん、ちゃんとあの遊んで捕まえてあげないとね、うん、ハリハリマンボンって一応マンっていう数字は知ってるみたいですけどね。ちゃんと数えられるのは50までと。先制された。背後を取ったのに50までしか数えられないとか嘘じゃん。しっかり1万本打ってきてんじゃん。恐ろしいやつやな。ティーダの仇。ちょろいってんだ。ティーダやられてるけどね。とりあえずこれで門番は3人目ですかね。装備品どんどんなんか溢れてるな。チャパのスフィアね、これもちょっと
さっきの石碑まで持ってきますか。はい、これで3個目ですかね。よいしょ。新たな文字が。7人の門番砂を操る。アレクとアロヤは遺跡で追いかけっこ。まだ戻らない。アレクとアロヤ、遺跡。遺跡っていうと、強い魔物が出るっていう、恐ろしい場所がありましたけどね。そこまで行けば、2人が見つかるのかもしれないですね。うん、そんなわけで、遺跡のエリアまで戻ってきたんですけど、いたわ。うん、追いかけっこしてる。楽しそうですね。無表情だけど、仲いいみたいで。はい、捕まえた。いつでも一緒の仲良し兄弟、二人の動きは一緒。だって仲良し兄弟だから。仲睦まじい。二人いっぺんに、戦うっていうこともあるんですね。まあ、ルールは同じ。ハリハリマンも、動きが完全に一致している。ハリハリマンも、ハリハリマンも、動くの見つかっちゃったよ。はあ。まあでもまだやり直しは効くみたい。セカンドトライやる。やったろうやないの。行くぞら。はい。よしよし。はっ。はっ。あんまりなんていうか、冒険しすぎると見つかるしな。かといって慎重に行くとね、時間が足りなくなりそうなんで、難しいとこやな。はっ。兄弟揃って訓練場に送り込みました。すげえ AP 入るな。でもって装備ももらえるけど持てないんだよ。もうこれ以上歩くと MP 回復とかいいのもあるけど持ってけないわ。アレクとアロヤのスピアを手に入れた。うん、2人分。じゃあちょっと石碑まで戻るか。っていうわけで設置してみたら、どんどん出てきますね。5人の門番、ようやく半分に減りましたけど、バーチェラは青い光を求めて、まだ戻らない。青い光っていうとまあ、セーブスフィアのことですけどね。セーブスフィアがあるところをちょっと探して回りましょうか。あと調べていないのはここのセーブスフィアなんですけれども、サボテン団の姿見えないんですけども、いたわ、バーチェラ。新しいものが大好き。他人に厳しく自分に甘い。嫌な奴らな。せっかち。のんびりなサボテンダもいましたけど、普通にせっかちなサボテンダもいるんですね。やるぞ。ハリハリマンボ。ハリハリマンボ。振り向くペースが早すぎる。せっかちってそういうことが。あんまりやり直しにならずに、たどり着きたいもんですけど。次はいけるか。ハリハリマンボウ。ハリハリマンボウ。ハリハリマンボウ。一歩歩いてすぐ振り向くとかそんなのばっかりやな。ダメだ。焦りすぎた。時間がね、どんどんなくなってくから、進めるときには進んでいかないといけないみたいなんですけど。今度こそ成功させたい。はい。ダメ。ダメだった。You lose。 逃げられちゃったよ。敗者のスフィアを手に入れた。悔しいな。まあでも一応スフィアもらえたから、これを石碑にはめ込みに行けばいいわけだ。とりあえず敗者のスフィア持ってきましたけど、一応反応あるんですね。4人の門番砂を操る。ロベイラはうっかり閉じ込められた。まだ戻らない。閉じ込められた。何に？こっち側に開けてない宝箱がいつの間にか置かれてるわけなんですけども、中身はサボテンダーだった。ロベイラおっちょこちょい。狭い場所にすぐ入りたがる。だから閉じ込められてしまったわけで、自慢のコレクションを公開中。コレクションと転んだ。転んでうっかり閉じ込められちゃったと。宝箱が途中にあるから回収しながら行ってみたいけど、本当だったら捕まえないといけませんからね。普通に宝箱開けるモーションは OK なんだね。ちょっともらえるものはもらっとこう。光の魔石。
うん、タイムオーバー。大丈夫、とりあえず宝は2ついただいた。宝に目もくれずまっすぐ行けば背後を取ることも難しくはなさそうですけどね。喉が痛くなってきた。よしよし、うん、こいつももらっとこう。聖なる魔石。時間切れになっちゃった。次はもう失敗できんぞ。2つ続けて敗者のスフィアはちょっと避けたいのでね。あとはもうまっすぐ行くだけ。はいはい、まあ勝負。はい、背後取れたかな。よしよいしょ、うん、もうこれ以上サボテンダーは連れて帰れないらしい。歩き回ってるうちに他のサボテンダーも何匹か捕まえてましたからね。ロベイラのスフィア、これをまた石碑のところまで持ってきましょうか。ほい、ロベイラのスフィアをはめ込んでみましたけれども、まだまだ続きそうですね。3人の門番砂を操る、カゲロウの国穴の主は去り、イスラエは哲学する、まだ戻らない。うん、穴の主、穴といえばなんかあのアリ地獄みたいなモンスターがいましたよね。砂の中でなんというか宝箱を餌におびき寄せようとする植物みたいなやつがいた穴があったんですけど、そこに行けばね何か見つかるかもしれません。すぐ近くですよね確か。なんでまあちょっとそこまでひとっ走りしましょうか。スピア版もそろそろ進めないといけないかな。奥の方に穴っぽこがねありますけど、あそこかな、この穴じゃない、もう一つのこっちは違うっぽいな。あ、いたいた。一回エリア切り替えないと出てきてくれないみたいでしたね。うん、元気そうに走り回ってる。この子がイスラヤ、里一番の哲学者。今日も一人で穴を掘る。かなり用心深い。穴掘りが好きなサボテンっていうのもいるんですね。本当に個性的な奴らが多いな。穴がある。うん。穴があったら入りたい。うん。うん。穴の中を通っていけば動いてるかどうかなんて気づかれませんからね。よし。どうせこのイスラエはちょっと捕まえられそうないんで、チャージ&アサルトをぶつけてやろう。はい。すごい容赦ない。ごめんな。決まった。決まった。決めすぎた。ティーダ一人で倒しちゃったから、AP もティーダしか入んないか。まあいいや。イスラヤのスフィアね。宝箱。またいつの間にか復活してんな。ちょっとせっかくだしついでに取り行くか。サンドバルサム、石化が入るんでしたっけ。そうね、時間かけて倒すのもあれだから、先ちょっとなんか盗んどく。で、輪っかはそうね、ユーナと交代して石化手榴弾使いますか。あったっけ。あったあった。バイバイ。対処法さえ分かっていれば怖い相手じゃないね。中身はテレポスフィア2個、いいもん拾ったね。よしよし、はい、これでスフィアは何個目だっけ。結構はめてきましたけどね。二人の門番砂を操る、好奇心旺盛なエリオは旅立った、まだ戻らない。旅立った、どこへ旅立ったというのか。ん？あら、サボテンだ。この子がエリオなんでしょうけど、旅立っていった。セーブスフィアを使って、飛空艇に乗り込んじゃったみたいなんですね。
まさかの砂漠の外まで。門番の仕事はいいのかよ。ちょっと追っかけましょうか。